さあ、心霊パンデミック24っていう作品を、たった今見たので、その感想を述べていこうと思います。でね、このシリーズ、うち初見です。ちょっとうち初見やねんっていうね、あの、ちょっとアンミカさん見たくなっちゃったんですけど、あの、どういった作品かっていうと、まずタイトルが結構面白いですね。パンデミック。まさにそのパンデミックのように、心霊という名のウイルスが蔓延している世界。それをお見せしますみたいな。お届けしますっていう。 なんかそういった、だからもうある程度タイトルの時点で割り切っちゃってるんですよ。これがドラマですよっていうフィクションですよっていうのがある程度割り切られているという中で、で、ドラマがメインです。完全に。もう投稿映像はおまけに近いですね。だからビックリマンチョコで言うならば、チョコの方が投稿映像みたいな。あれシールがメインなんでビックリマンチョコで。なんかそういう感じです。ただ、あの唯一その落とし物っていう映像があるんですけども、それは見応えあります。 はい、で、あと、他にですね、一風変わってるところといったら、その、検証結果、検証によっての成果が出ないことがままあるんすよ。で、これは、あの、他の心霊映像作品に対してのある種のカウンターみたいなものと捉えていいと思います。他の作品見てればわかるんだけど、基本的に取材したら、成果っていうものが、百発百中で出るんすよ、大体。 例えば後日スタッフが取材したところによるとこういったことが分かったとかねあと後日こういった映像が撮れましたみたいなバッシバシ結果出るやんみたいなそういうことがあってでそれって結構不思議なことだなっていう風に思う時もあってでもそういったものが出ない時っていうのがあってもよくないっていうねある種のまあリアルさっていうものを表現してるんだと思うんですけどもでこれは一風変わってて面白いんですが ただじゃあ、これによって作品が良くなるかって言ったら、それはまた、まあ別のお話かなと。で、さらにまあ最初にちょっと言ったんだけど、まあもうあの、なんていうの、フィクションって割り切られているのに、まあこういうことやってなんか何の意味あるんだろうな、みたいなちょっとね、そういったところもあるんですけれど、まあそういった感じの作品です。で、まあ最初に言った通り、そのスタッフ中心のドラマがメインなので、パート24からいきなり入った俺としては、この世界観にいきなり入っていけるかどうかっていうのは、やっぱここ難しいなと。 思ってたんですが、今回ちょっと異例の出来事が起こるんですね。あの、スタッフの一人、あのレギュラーがいるんですけども、その人が欠場すると。それで新人の佐々木さんって方が登場するんですね。で、この佐々木さんっていうのが、物語上のその立ち位置がすごく初見の人、だから俺に近いんですよ、目線が。で、この佐々木さんっていうキャラクターの存在が、初見の人と、あとこの、新麗パンデミックの世界観をつなげる橋渡し的な 存在になっているな、というところですごくまあ,ありがたいなと。で、ちなみになんだけど、この後既存のファンの目線に近いキャラクターっていうのも、後々登場します。で、序盤ね、これ多分わざとだと思うんですけども、すごい意地悪な作りをしていて、その初見目線で言うとね、その知らない人同士が突然なんつうの、その、おい、久しぶりみたいな、いたのみたいな感じの、すごいね、この仲睦まじく、 談笑してるんですよ。で、なんかね、やたら BGM もなんか急にでかくなって、会話の内容も聞こえないんですよ。で、わかんないんだけど、すごい楽しそうに会話してるっていう、この居心地の悪さね。それを見せられる俺っていう。そのバイトの初日的な感じね。めちゃくちゃみんなが仲良すぎて輪に入れる気がしないみたいな。この疎外感パナさ。早く家に帰りたいっていうね。あ、まあ、ファン目線で言えば、普通に楽しめると思うんですけれども。で、 もちろん、その、佐々木さんも、その輪に入るのが結構、やっぱり難しいんですよ。でも、とにかく頑張るんですね。で、この輪に入ろうと、吸えないタバコを吸ってみたり、一本いいですかって吸えないのに言ってみたり、あと、ライターの付け方、全く付けられないんですよ。吸ったことないから。でも、それを教わったりとかして、で、その会話の中で、少しずつ、なんスタッフのキャラクターとかもまあ見えてくる感じもしたりして、で、ただね、このシーンちなみにね、その、 ライターの付け方を教わったから、てっきりラストシーン、佐々木さんが火つけるのかなって思ったりもしたんだけどね。だからそこなんか、伏線じゃないんだとかだと思ったりもして。で、あと、まあ、これね、重箱の隅、つつくんじゃないよ。しかも今ちょっと重箱の隅、ちょっと言えてなかったよね。ってこれ言われちゃうかもしれないんだけど、まあ、ある投稿者が初めてスタッフルームにやってくるっていう場面があるんですね。で、 トラブルが起きて、で、慌てて急いで洗面所に向かうっていうことになるんですけれども、なんで初めて来た部屋の洗面所の位置わかんのノータイムで入ってったからね、あれね、今。有名なのこのルスタッフルームのトイレの場所って有名なのまあ、とりあえずこの話はね、まあ、一旦置いといて、まあ、本当は置いとけないんですけれども。でね、これちょっと見ていて、 悲しくなっちゃった。シンプルにね、悲しいなって思っちゃった部分があって。っていうのも、その、ある投稿者っていうのが、その最初に言った、既存のファンの目線に近いキャラクターなんですよ。もっと言うと、心霊映像ファンの目線に近いキャラクターなんですよ。っていうのも、この子は心霊パンデミックの大ファンなんですよ。だから、スタッフを目の前にした時に、やべえ、本物だーとか、あと、 トリプル X 見てますとかっていうのをこう大声で言っちゃう、ちょっとまあ痛い子もは,はしゃいでるんですけれども、その子が、あの、心霊映像ってエンタメ優先っしょ楽しければいいっしょみたいなね、そのモラルとかなんか人命とかそういうのどうでもよくて、そっちよりもエンタメ優先っしょみたいな感じのことを言っちゃうんですよね。なんか 他の作品にもこういうのあったよな、みたいな。なんか呪いのビデオでもこういうことあったよな、みたいな。そしたら案の定、スタッフの人に怒られるんですよ。いや、うちはそういう感じでやってないんで、みたいな。一緒にしないでもらえますかみたいな感じと、なんか小競り合いが始まるんですよね。だからその、言うなれば、心霊映像ファンってこういう感じでしょみたいな。ちょっと小馬鹿にされちゃってるんですけども。で、そういう人たちの考えが多いでしょみたいな。で、しかもこのキャラクターって本当に救いようがなくて、 さっきまでそういうこと言ってたのに、自分にこう災いが身に降りかかる立場になった瞬間に、助けろよ、俺をよみたいな。なんかそう暴れ回っちゃったりするし、で、しかも最後の最後に、これネタバレになっちゃうか言わないんですけども、もっとクソな出来事っていうのが一つあるんですよ。え、お前そんなことしてたのみたいな。それな何隠してたんだ、お前みたいな感じの、最初から最後まで救われないクソキャラっていう。でもそいつは、心霊パンデミックファンなんですよ。 要は、そのスタッフ徳丸さんって人がいるんですけど、その人が説教している言葉っていうのは、いわば自分にも返ってくるんですよ。だって、心霊パン,ディングパンデミックファンなんだから。いわば、その自分たちの作品によって、見たことによって生まれてしまった、まあ、化け物みたいな人間なわけですよね。まあ、もしくは、心霊パンデミック好きな人って、まあ、こんな奴らばっかりなんでしょうみたいな。で、そういった人たちを、親だったら、自分たちが親であるならば、しっかり子供に説教して、しなくてはいけないと。 いいうこととを考えるとあの非常に心苦しいです見ていてめちゃくちゃゃく文字で言うならば歯がゆい本当に見ていて普通に悲しくなっちゃうんでなんか身内の小競り合い見せられてるみたいな感じでねだからちょっとこういったシーンはシンプルになくなってほしいなっていうあの他の作品でもね呪いのビデオとかでもちょっとそういうの本当にやめてもらえたらなと思います 一応ね、このシーンに価値を見いだす場合はですね、その佐々木さん目線からすると、徳丸さんの性格だったり、あと仕事に対しての向き合い方っていうのが初めてわかるシーンなんですよね。で、ただなんですけども、これが分かったことによって、じゃあ佐々木さんの中でどう変化していくかっていうと、特に変化がないんですよね。だから、ちょっと価値を見いだせてないなって個人的には思ってるんですよ。例えば、佐々木さんがもともとやる気がない人で、 なんだけど、その徳丸さんのその説教シーン見たことによって、自分のちょっと考え方変わるとかね、やる気を見出すならわかるんだけど、もともと結構やる気あるから、そうなってくると意味合いがすごく小さいなっていうふうに思っちゃって、ちょっと残念かなと思ってます。で、あと一つね、これはいいなと思ったのが、あの、一人かくれんぼ、今回やるんですけども、めちゃくちゃこすられまくりのネタなんで、もうこれ以上やることねえだろうっていうふうに思うんですけども、あえて、 普通じゃない方法でやるんですよ。もう一人隠れんぼじゃねえだろみたいな。なんか二人ぐらいで隠れんぼするんですけども。だそういった人ひ,ひねり加えてるっていうところね。だからその、要はね、最初から最後まで楽しむには、いかにそのスタッフのキャラクターっていうのを視聴者が愛せるか、それで楽しめるかどうかが決まる作品だと思いました。